阪神38年ぶりの優勝で幕を閉じた今年のペナントレース。4番大山雄介が最高出塁率4割3人でタイトルを獲得。いいところで打ち、フォアボールで出塁するチームプレーはさすが日本一の4番だと再認識しました。近本が28個で盗塁王、岩崎が35個で最多セーブ、ホームラン王は岡本和真で41本、打点王は103打点の牧秀悟。打率に至っては首位打者は宮崎敏郎3割2分6厘、2位西川龍馬3割5厘、3位サンタナ3割で、阪神の選手は3割打者がいません。チームプレーで日本一になれることを証明した阪神ですが、本日はそんなチームに貢献したけど目立たない裏タイトル王やちょっと不名誉なタイトルなど、表立って表彰されない賞を紹介していきます。金属王。セリーグでは牧、大山、中野、岡林の4人が全試合出場を記録。牧と中野に関しては WBC にも出場しており、非常に長いシーズンを送りました。プロ野球選手にとって怪我をしない、試合に出続けるということは最も大切なことであり、非常に評価されるべき数字でしょう。また1年間ある程度調子を維持できたことも示しており、チームへの貢献度は高いと言えます。阪神に関しては1年間スタメンを固定し戦うことができたことが優勝につながった要因とも言えます。特に中野、大山はゴールデングラブ賞も受賞しており、攻守において大きな貢献をしましたね。パリーグではコンスケ、ギータ、浅村秀人が全試合出場。高年俸選手が役割を果たしたと言えますね。単打王。中野が両リーグ最多の140本の単打を放ちました。両リーグとも俊足高打の左バッターが多く名を連ねました。やはり内野安打を稼げる点がこの結果に反映されていると感じました。中野、岡林は最多安打を争った2人でもあります。岡林はチーム状況的に自身の活躍がチームの結果に反映されることは少なかったですが、中野の場合はライト前への単打でも近本の足を考慮すると1、3塁の形を作ることができます。その状況で森下、大山、佐藤という強力クリーンアップを迎えることができ、得点力のアップにもつながっていると感じました。パリーグの5位に柳田、浅村がランクインしている点は意外でした。二塁打王。二塁打王に関しては各球団の長距離打者がランクインしました。4位の佐藤輝明、細川は本拠地が広いこともあり、外野の間を抜けた二塁打が増えたのだと想定できます。二塁打はワンヒットで大きなチャンスを演出できるため非常に有効ですが、ランクインした選手を見ると中軸を打つ打者が多く、その後下位打線に回っていくため、どれほど得点につながったのか気になりますね。その点阪神は恐怖の8番打者と言われた木浪が下位打線に控えていることから、佐藤の二塁打が効率よく得点につながっているのではないでしょうか。パリーグは1位から4位が長距離打者、ホームランに届かなかったのが二塁打になったと言えそうです。三塁打王。三塁打に関してはオリックスの中川が5本、右打者ですが俊足を飛ばして三塁を陥れたのでしょうけど意外でした。逆方向への意識が強い中川の特徴が出ています。セリーグでは阪神、広島、中日と本拠地が広い球団の選手がランクインしました。やはり三塁打は相手の守備や球場の広さにも少なからず影響を受けるため、このような結果につながったと感じます。阪神、広島はチームのホームラン数こそ少ないですが、こういった球場に合った戦い方ができている点が上位に行けた要因だと思います。犠打王。犠打に関しては中野、大城、中村雄平が21個で1位となりました。また阪神勢が上位5人のうち3人を占めるなど、チームとして多くの犠打を記録しました。今年阪神は中継ぎが非常に安定していたため、終盤に1点欲しい時に犠打を多用し、見事勝ち切るゲームも多く見られました。
大城に関しては今年キャリアハイの16本塁打を記録するなど打撃面で大きな飛躍を遂げましたが、犠打も多く決めていたのは意外でした。ですが巨人は得点圏打率が2割4分1厘と優勝した阪神の2割6分8厘と比較し大きな差があり、犠打を有効に得点につなぐことはできていなかった印象です。ロッテはスモールベースボールでつなぐ野球をするイメージがあったので、ロッテの選手がランクインしなかったのは意外でした。ソフトバンク勢が3人ランクイン、単打王中村晃、二塁打に2人ランクインして安打と犠打のバランスが良かったはずですが、チームの成績は下がっていきましたね。岐阜王大山、木浪の阪神勢が1、2位にランクイン。チームでも47ギヒとダントツの数字を記録しています。チームの得点圏打率も高く、ギヒのような最低限の仕事もそれぞれの選手がしっかり役割を果たしていたことが今年の阪神の強さの象徴と言えるでしょう。木浪は得点圏打率でも5位にランクインしています。投手が打席に立つセリーグにおいて8番打者の役割は非常に重要ですが、7ギヒという記録からも最高の8番打者として機能していたことがわかります。パリーグは安打の部でも登場したコンスケ・ギータはきっちり仕事をしたことがわかります。四球王、今年阪神の岡田監督が四球の数を査定に入れたことは有名ですが、その影響が大いに反映されています。村上、岡本といった強打者は自然と四球が増えますが、近本、中野といった俊足高打タイプの打者が多くの四球を稼ぐのは非常に注目すべき数字です。さらに彼ら2人は機動力も使えるので、この 1,2 番が出塁することで中軸に相手投手が 100% 打者に集中できないという相乗効果もあったでしょう。大山は他チームの4番と比較すると打点やホームランこそ少なかったですが、100を超える四球を選び、まさにつなぎの4番として大きな役割を果たしたと言えるでしょう。パリーグでは近藤がさすがの選球眼で両リーグ最多の116四球を選びました。また強打者が名を連ねる中、柳町が5位にランクインしたのも少し意外でした。デッドボール王、デッドボールは長距離打者に多いイメージだったので、高打タイプの打者が1位となっており少し意外でした。単打が多い打者に対してのデッドボールは単打と同等の価値があるので、投手目線で見ると非常にもったいないのではないかと感じました。デビッドソンや柳田のように一発がある選手はインコースを厳しく見せる必要があるので、この結果はうなずけます。森下翔太も強打者の証なのでしょうね。桑原、上本、鈴木大地になぜデッドボールが多いのか不思議です。得点圏打率王、得点圏打率も軒並み高打率を残している選手がランクインしています。近本は3割7分8厘を記録しており、下位打線からチャンスメイクし上位で返すという今年の阪神の強さを象徴した数字でしょう。またセリーグトップの2割7分3厘のチーム得点圏打率を記録した DeNA からは3選手がランクインしています。 DeNA は課題である機動力が加われば来年さらに面白いチームになりそうですが、投手陣が何とかなれば優勝争いできそうです。 UC 率王、 UC 率とはこの打席でホームランを打てば先制、同点、勝ち越し、逆転となる状況での打率のことを言います。つまり勝負強さを示す数値です。ここ一番打率です。阪神、広島勢が上位にランクイン。この2チームは非常に接戦に強いイメージがあり、ここぞで打てる勝負強さが上位浮上の鍵を握ったと言えるでしょう。また菊池は今季2割5分8厘と不調でしたが、 UC 率は3割3分6厘とさすがの勝負強さを見せました。パリーグはセリーグと比較して UC 率が低いですが、優れた投手、特に中継ぎが多くいることから低くなったと推測します。不名誉タイトル、併殺王、
サンタナに関しては出塁率の高い村上の次を打つことが多くあるので、この数字は致し方ないでしょう。 DeNA 陣が2名ランクインしていますが、やはり機動力が使えない点がこの数字につながっていると感じました。一方、パリーグでは中村奨吾が一人でチーム全体の4分の1を超える20併殺を記録しており、チームとして併殺が少なかったロッテにとっては非常に痛い数字でしょう。また、犠打が得意な今宮が併殺が多いのは意外でしたが、複数得点が欲しい時の対応力が課題のように感じました。三振王。村上が168の三振を記録し、両リーグ最多となりました。今シーズンは開幕から不調が続き、昨シーズンよりも40個も多い数字となりました。3位となった佐藤は、落ち球への対応が必要不可欠と言えそうです。一方、パリーグでは今年一気に飛躍した万波が1位となりました。今後、正確性がついてくると手がつけられない選手になるので、来シーズン以降どのように対応してくるか注目していきたいと思います。またミート力の高い近藤が3位にランクインしたのは少し意外でしたが、今シーズンは本塁打王も獲得するなど、広い札幌ドームからペイペイドームに移籍したことで打撃スタイルを変えたのかもしれないですね。失策王。セリーグはサードが上位を独占する形となりました。やはり送球面でサードは難しさがありますね。阪神や広島は本拠地が土、人工芝のグラウンドのため、内野陣のエラーはどうしても増える傾向にあるので、ここはしょうがないと思います。一方、中日は得点力不足が大きな課題であり、優れた投手力を生かして1点を守り抜く野球を目指していた中で、石川、村松の内野2人で25失策はかなり痛かったでしょう。巨人はチーム失策がセリーグ最小の54と抜群の守備力を見せました。来シーズンは岡本、吉川、門脇、坂本の鉄壁の内野陣でどこまで失策を減らせるのか興味深いですね。投手部門。ウィップ賞。ウィップとは1イニングあたり何人のランナーを出すかを示す数値です。新人王 MVP を獲得した村上が 0.74 を記録しました。ここでも阪神の選手が2人ランクインしており、充実の先発陣であったことが分かります。ウィップは制球力がいい投手がいい数値を記録することが多いので、ランクインした選手を見ても優秀な投手がたくさんいますね。パリーグでは山本由伸 0.88 と DH 制のパリーグにおいて素晴らしい数字を残し、まさに無双状態でしたね。クオリティスタート率王。クオリティスタートは6イニング以上投げ3失点以下に抑えた時に記録される指標です。この数値は先発投手の安定感を示す指標として使われています。ここでも阪神の選手が2名ランクインしました。ある程度イニングを稼ぎ試合を作ってくれる投手が多くいることはチームにとっても大変ありがたいことでしょう。阪神はチーム全体でもクオリティスタート勝率が高く、中継ぎが安定していたこともあり、この投手陣の安定感が今年の優勝の一番の要因と言っていいでしょう。また東、山崎、伊織と本拠地が狭い球場でこのクオリティスタート率を達成した2人は評価されるべきだと思います。山本由伸はまさに別格ですね。投球回応。栗が1位というのは少し意外でした。栗も1年間安定した投球を続け、チームの2位に貢献しました。シーズン中から投げすぎと話題になっていたので、個人的なイメージではダントツで1番だった戸郷。3位ではありましたが、WBC から始まったシーズンを考えると素晴らしい結果を残したのではないかと思います。菅野が離脱した穴を見事埋め、エースとして成長したシーズンでした。また中日勢の2人は援護がない中、勝利数こそ伸びませんでしたが、さすがの結果でした。柳は脳未遂があったりと防御率 2.44 で4勝11敗、勝敗が逆でもいいくらいの成績でした。
小笠原と柳は契約更改で保留しました。打線強化目的で中田翔を年俸3億円で獲得しましたが、不公平感が生まれそうです。援護天王、この援護天王に関しては様々な要因があると考えています。まず一つ目はシンプルに味方打線の強さ、二つ目は投球のリズム、テンポです。守りからリズムを作ると言いますが、守っている野手も守備の時間が短いほど攻撃のリズムが出ることは明白でしょう。三つ目は相手投手のレベル、ローテの何番手か。その点から見ると両リーグ合わせてトップ5に2人以上ランクインしたのは西武のみで、残りはバラバラの結果となりました。ランクインした選手を見るとエース級の投手が多く、投手自身の作り出したリズムによるものが大きいのかなと感じます。特に両リーグ通じてダントツの90点を記録した東はウィップでも2位を記録。四死球も少ないため野手にとってはいいリズムを作れる投手なのかと感じました。関東王、投手分業制の近年、完投する投手が激減しました。今年も両リーグ最多が東、戸郷の4完投、あの山本由伸の1完投というのも意外でした。言うまでもなく完投できる投手はチームにとっても貴重な存在です。巨人の戸郷と山崎が2人で7完投していますが、今シーズンは守護神大勢の離脱をはじめ中継ぎ陣に大きな不安があったことから、最後まで託さざるを得なかったのでしょう。山崎はトミージョン明け2年目のシーズンで、昨シーズンは球数、イニングをしっかり管理しながら投げていましたが、徐々にドラフト時大学ナンバーワン投手の名に恥じない投球を見せるようになってきました。CS の地元開催を目論む DeNA との最終戦、東との投げ合いを制し完封で10勝を決めた山崎は成長を見せつけました。 DH 制で投手が打席に立たないパリーグではもう少し完投が増えてもいいのではないかと感じました。金属王、最も登板数が多かったのは島内の62登板でした。島内は今年勝ちパターンとして活躍し、フル回転で広島のブルペンを支えました。ランクインした選手を見ると、ワンポイントではなく1イニング投げ切る選手がランクインしており、とてもタフだと感じました。肩は消耗品というので、このオフはしっかりと肩を休ませて来季以降も活躍を見せてほしいです。近年は3連投を禁止するような球団もある中で、来季以降中継ぎ陣の登板数にどのような変化が見られるかも注目です。孤立無援王、孤立無援王では両リーグともにエースクラスの好投手が多くランクインしました。やはり相手投手もエース格であることが多く、どうしても投手戦になるのでしょうがないことだと思います。しかしその中で中日勢が3人占めており、ある意味皆さん予想通りの結果にもなりました。今年の中日に関してはチーム得点数が390と両リーグダントツ最下位を記録しており、明らかに野手陣の問題、課題となるでしょう。特に柳の37という数字はかなり衝撃的です。柳は今季24試合に登板、24登板して37点しか取ってもらえないってことは、1試合あたり 1.5 点しか取ってもらえないってことです。2点に抑えても負けです。あまりにかわいそうですね。自滅しないよう、フォアボールは出していい場面と良くない場面があるのは前提で、少ないに越したことはありません。その中で東、村上、加藤の3選手は予四球率が0点台と素晴らしい数字を残しました。良い投手の上に制球面で自滅する心配がないので、攻略するのがすごく難しい投手と言えるでしょう。セリーグは阪神が2名ランクインして、さすがの投手力でした。阪神はチームでも予四球は年間315と12球団で最小の数字を記録。無駄なフォアボールを与えないことでチーム防御率も2点台と抜群の投手力を見せました。パリーグは日ハム、オリックス陣が上位を独占。上沢は退団も加藤が残留し、山崎福也を獲得。
来季は投手陣を整備した新庄体制が花開きそうですね。気が強いでしょう。デッドボールが多い投手には2パターンあると思っています。1つ目はシンプルにコントロールに難がある選手、2つ目はシュート系のボールをインコースに多投するタイプの投手です。九里、青柳、西はまさにシュート系の使い手といえます。右バッターの内角をえぐるようなツーシーム系のボールでゴロを打たせる彼らの投球スタイルが反映された結果だと思います。高橋宏斗と小沢に関してはそこまで細かいコントロールがあるわけではないですが、大きく荒れる印象もなかったので意外でした。高橋は強いストレートとスプリットがあるので、丁寧に四隅を狙おうとせずにもっと大胆にゾーン内で勝負した方がいいんじゃないかと思って今年見ていました。両リーグで唯一中継ぎでランクインした話題の安楽、デッドボールという名のパワハラを他チームの選手にもしていたのでしょうか。最多敗戦。セリーグでは中日勢が4人ランクインと異様な光景ですね。セリーグでランクインした選手は防御率が特別悪いわけでもなく、打線との兼ね合いといったところが要因と言えそうです。一方パリーグでは田中将大が11敗と最多、防御率も 4.91 とらしくない成績となってしまいました。年齢的にも過去のような多くの三振を取るような投球は難しくなってきており、投球スタイルの変更を考えなくてはいけないかもしれません。そういった点では来シーズンが山場と言えそうです。非本塁打王。速球派やカーブを武器とする選手が多くランクインしています。ストレートは速球1本に狙われると本塁打になる可能性が上がりますし、カーブは当たれば飛ぶという特徴があるので、このようなランキングになったと感じます。高橋奎二は今シーズン不振に苦しみました。WBC の影響も少なからずあったかもしれません。今永も圧倒的な投球をしながらも一発に泣きました。パリーグではここでも田中が石川と並んで最多。球に力がないのかコントロール面なのか、もう一花咲かせてほしいですね。以上、チームに貢献したが表彰されない裏タイトル王と不名誉タイトル賞をお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。いろんな貢献の仕方、いろんな野球の見方があると思いますが、ご意見やご感想がありましたらコメント欄に記入してくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンを押していただけたら嬉しく思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。次も面白い動画を投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいね。